ビドノエの首相、ビドノエは、ロシアのモスクワ州にある都市。モスクワ環状道路が走るモスクワの市境から南へ 3km に位置する近郊都市である。20km 南には、ドモジェドボ国際空港のあるドモジェドボの町がある。レニンスキー地区の行政中心地。数キロ南には、ゴールキレーニンスキーへの町がある。ゴールキの町は10月革命後に、 ウラジーミル・レーニンが別荘を設けた町で、レーニンがこの町で母子庭をゴールキ、レーンスキーへと改名された。人口は2007年時点で53,300人ほど。2002年国勢調査で52,198万 2, 人。ビドノエの風景この地域は、古くからモスクワからドモジェドボを経て、カシーラに向かう街道が通っていた。 19世紀半ばに丘の上に建てられた貴族の別荘を投資家が買い取り、その周囲に1902年、夏の別荘の集落が建設され分譲された。1900年にはカシーラへの鉄道が開通しており、近くにできたラストルグイエボ駅にちなんで駅周辺の集落は、ラストルグイエボと呼ばれるようになった。1938年には、かつてのエカチリンスカやプスチン修道院の場所に、 内務人民委員部がスハノフカ刑務所を建てた。1937年にはモスクワコークスガス工場の建設が始まったが第二次世界大戦で中断され戦後の1951年にようやく竣工した。別荘の町はコークスガス工場の労働者のための町として生まれ変わり、1949年に都市型集落となった。百六十五年には ビドノエの名でしに昇格した。ビドノエの噴水ロシアの鉄鋼、石炭大手企業メチェルが運営するコークス工場のほ焼夜勤業などの大工場が建っている。ビドノエは、モスクワからノボロシースクへ向かう M4 幹線道路が通り、ドモジェドボやカシーラに向けて伸びている。またモスクワドモジェドボカシーラオジェリエリーを経て、リッペツクへ向かう鉄道が通っており、ラストルグイエボ駅には、 多くの近郊列車が止まる。市内はバスやマルシュルート化が走り、バスはモスクワへも客を運んでいる。2000年にはトロリーバス路線も開通した。ありがとうございます。